カイザービルヘルム記念教会。これホテルのすぐ近く、動物公園駅のすぐ近くです。すごいな、独特の形だなこれ。なんか中が空洞になっている。すごいね、これも巨大建築物。ああ、こっちにリーバイス。この通りは外資の店が並んでる通りなんだけど、このオブジェの向こうにはユニクロ、これセガサターンとかね、あといろんな、この後ろはアメリカ資本とかいろんなお店が入ってますね。大きな通り、今これ公園、動物公園の方からポツダム広場の方に向かってます。だいたい2キロぐらいかな。朝です、8時過ぎ。カンプスという駅にあるお店で、街の中にあるお店でコーヒーとサンドイッチを買いました。こちらで朝ごはん。結構奥の方が広くてお店の下も感じがいいです。ベルリンで行われているいろんなもの。柳が芽吹き始めている。川べりの柳、川というか運河かな。ベルリンの人はこういう感じのアパートに住む人が多いみたいですね。建物の名前と番号がついてます。左側の白い、オレンジの屋根が連邦国防省、その中央の奥の方が、ドイツ抵抗記念館だそうです。今日も非常にいい天気です。今日は風がなくてとても穏やかです。ここカルチャーフォーラムというポツダム広場の近くにある一連の美術館や博物館が一つになった集合文化施設みたいな感じ。これ一つ、全部一つのチケットで見れるのかな。とりあえず絵画館に入ってみようと思うんだけど、まだちょっと時間が早いのでちょっと一旦休憩しようかな、この辺で。これが絵画館だと思うんだけどね。カルチャーフォーラムの横のプロテスタントの教会です。綺麗な教会だな、レンガ造り。プロテスタントだから質素と言ってるんだけど、結構ちゃんとした作りで綺麗。こっちがどうなってた。あ、すごい。あ、銭湯が見える。
綺麗だね。そしてこっち側に何かいろいろ見えるね。奥の方に、まあ、DB のビルとか、その左側に何だろう、あれ天井が傘のようになってる透明のちょっとドームのような建物、なんでしょうね。ずっとカルチャーフォーラムの周りはこんな、こんな感じです。これ教会の裏側。あー、空が綺麗。カルチャーフォーラムの入り口です。あ、待ってる人がいるね。私もここで待たせてもらおうかな。あ、こういう風景好きだな。なんか向こうに海があるような気がする。もちろんそんなことないけど、みんな本を読んで開館を待ってるんだな。ベルリンフィルのコンサートホールとベルリンフィルの本拠地です。この向こうに音楽博物館っていうのがあるらしいので、あ、楽器博物館か。それちょっと見に行こうかな。ここがかのカラヤンの本拠地ということでした。静かだね。夜にならないと賑わないのかな。ベルリンフィルハーモニーって書いてあるけど、今閉まってます。人影ありません。楽器博物館に来ました。いや、これはすごいな。古いピアノとか。明日のカフェだ。広い。すごいな。珍しい楽器がいっぱいあるよ。これチェンバロの元になった楽器だ。あ、すごい。ここからピアノができてきたのかな。まあ、すでに鍵盤もあるよね。わあ、すごいな、こりゃ。チェンバロみたいになってくる。これはミニパイプオルガン。ちっちゃい。これも鍵盤楽器。中どうなってんだろう。これはもうチェンバロ。あ、チェンバロって書いてある。これもチェンバロ。
ファゴット。ファゴット。うわ、古いファゴット。あ、トランペット。オーボエ。ハープ。ビオラダカンバ。バイオリン。6弦だ。ああ、この鍵盤がすごいね。凝った作り。チェンバロ。この辺になると。あ、2段のチェンバロ。すごいな。これどうなってる？パイプオルガンみたいになってる？中身はパイプかな。こっちにバロ。リコーダー、オーボエとリコーダー、リュートかな。俺はゲンガキと鍵盤楽器を並べてある。綺麗だね。装飾がすごいね。これも装飾。こんなちっちゃい。書いてある。蓋の内側にみんな絵が描いてある。外側にも描いてあるけど、風景画が描いてある。これは弦が張ってない。あ、これ縦型だ。アップライトだ。だんだん近代になってくるのかな。これ古いね。でも17世紀こういう箱型。あ、これ2つ面白い。2つ鍵盤がある。連弾できるって。だんだん近代的になってくる感じ。あ、でもこれも古いな。古いね。1800年ってことは19世紀か。
もうこの頃にはピアノがあるはずなんだけどね。18世紀。18世紀。こんなかわいい。オクタビーギナル。タフェルクラビア。チェンバロ。リュート。フルートが出てきました。フルートの原型。16世紀。あ、バイオリン。バイオリンギターもあるね。バイオリンとリュートとかギター。ギターが出てくる。コントラバス。ティンパニー。ちょっとちっちゃいけど。ああ、フルート持ってる。ホルン。下のはトロンボーンかな。ちょっとちっちゃいけど。これトロンボーン。大きめのトロンボーン。ファゴット。バスーンかな。オーボエ。オーボエは古いね。昔からあったね、この2枚リードの楽器。リコーダー。リコーダー。あ、大きなリコーダー。これはなんだ？不思議な楽器。なんだろう。弦楽器だけど。あ、くるくるね。回して弦を鳴らすんだ、自動的に。まあ、ちっちゃいバイオリン。これは子供用じゃなくて演奏用に使われたの。ポケットって書いてある。ポケットバイオリン。すごい、この弦がいっぱい張ってある。これで響かせるのかな。6弦、6弦、さらに弦を張ってある。この辺りはオルガンだ。オルガン、足鍵盤もあるね。ああ、これはちっちゃい、かわいい。かわいいオルガン。これは中が見えない。ペダルがある。これはすごいぞ。パイプオルガン。演奏。演奏するのが上かな。ちょっと見てみようか。ストッパーがいっぱいある。ああ、すごいね。どんな音するんだ。相当でっかい音するよね。
博物館の全貌。うわ、上もある。上の方は割と新しい感じか。行ってみようか。それにしても誰もいないね。誰もいない。コントラバス、あ、5弦のコントラバス、これも珍しいな。ビオラダガンバ、バイオリンチェロって書いてあるか。だんだん現代の楽器に近づいてきたぞ。あ、こっち行ってないな。上をどころか。これはピアノに近くなってきてるかな。ハンマーフリューゲル。ハンマーフリューゲル。ピアノに近いね。チェンバロと違うのは弦を弾くんじゃなくて叩くっていうことだね。ハンマーフリューゲル。ハンマーアクションがついてる。ギターの元です。ギタール、ギタール。で、オルフィカ、オーオルフィカ、オルフィカ、知らないな。ギターレ、ギターレ、もうギターだな、この辺は。これも変わった楽器、見たことない。厚柄の形をしたフルート。ハーモニウム。ライゼクラビア、ピアニーノ、クラビア、なんとかクラビア、ディラクラビア、ディラ、ハルモニウム、ギラ、ギラフェンクラビア、グラフ、どういう意味だろう。あ、クラリネットが出てきたぞ。クラリネット新しいね。ハンマーフリューゲル、ピアノだ。ちょっと鍵盤がちっちゃいね。お、コルネットが出てきた。ホルネ、ホルンにコルネット。ああ、もう現代フルートだね、これは。クラリネット。フルート。木管のフルート。ハンマーフリューゲル。リラプ、ディラピアニーノ。あ、もうこの辺はもうアプライトピアノだね。そのまんま。ピアニーノ、ハルモニウム、ターフェルクラビア、2階に来ました。比較的新しい楽器かな。チェンバロだね。でもこの辺はハープ、さっきのオルガンを上から見るとこんな感じ。あ、あそこはなんか家型の家に入ってるようなオルガンが。チェンバロ、まあチェンバロはね今も使われてる楽器だし、
洗練されてる。チェンバロ、チェンバロコレクションだ。あ、これはマリンバ。これは何だ。オルトトノフォニウム。ピアニーノ。鍵盤が変わってる。アコーディオン、ハルモニア、あ、これなんか買ってんね。鍵盤が変なとこについてる。ハルモニア、ピアノ、現代楽器。おお。電子オルガン。電子ドラム。これなんだこれ。マルチモニカって書いてあるけど。これも電子楽器？ベヒシュタインって書いてあるけど、すごいね、なんか。電気仕掛けか。エレクトリックピアノ、かわいいな、すげえな。あー、出ました、シンセサイザー、シンクラビーだね。お、 DX7、 ヤマハの DX7 出ました。シンセサイザー。すごいな、本当。カラスと同じ鳴き声だけど、ちょっと模様が違うよね。日本のカラスと。綺麗な鳥。街中で見えます。この左側に映画博物館とソニープラザみたいなソニービルがあるという、映画博物館の方に来ています。入れるかな、今日は振られっぱなし。大きなビルがあるね。映画館 IMAXレゴランド。ああ、中はこんなんなってんだ。あ、ソニー。あ、ここがソニーか。なるほど。映画館はどこ？映画博物館はどこだ？シネスター機能、これかな？この奥かもね。ああ、上はこうなってんだ。遠くから見えたドーム型のやつはこれですか。なるほど。ああ、屋根の中にまたビルがある感じ。ソニー。
こっちはソニー。映画博物館あれっぽいな。ちょっと行ってみよう。それにしてもすごい空間だな。ちょっと未来都市っぽい。ベルリンの地下鉄に乗ってみます。ポツダム広場駅から地下鉄2番 U2 に乗って、動物園駅まで。U2 どっち行きとかあるのかな。これで刻印しておかないと。U2 どっちも行くのかな。これどっち行きとかないの。調べてみようか。